やめちゃんのジジケです。なるほど、ジョセはい。館内の続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。夏の甲子園ですね。ベッツ8になったところで終わってます。はい。はい、あと3つ。とりあえずじゃあ2でしょ。2、1、1でいきましょう。じゃあ、準々決勝。さあ。お。もう、微妙な連中だな。問題児がいる一人。まあ、川野って何番？川野、5番か6番とかだったし。確かに。なんで村越2番なんだろうな。村越さんわかんない。バントの鬼なんじゃない？ああ晩食ついてるからかな。そっか。まあ、犬飼いがいることが多いから村越でいいんじゃない？村越でいいか。川野中根だと誰が出てんのってなっちゃうから。まあね。犬飼い君の調子はちょっと悪いね。まあ関係ねえよ、あいつには。ちょっとつま先くじいてるぐらいでしょ。つま先くじくて器用なくじき方してきた。指が。甲子園大会準々決勝、第1試合の模様をお届けいたします。一塁側、群馬代表、名門、岩見沢。三塁側、富山代表、名門、新川。名門、新川。守りに送られて、先発メンバー、S じゃないんだ。名門の上ないんだよね。ないない。ノーアウトランナー一塁入っている。盗塁かな。盗塁だね。一旦。ねな。危ないな。読まれてる。でもするんだ。でもする。やばいやばいやばい。晴れないんだ。でもするけどね。そうですね。犬飼いの足を。肩すげえ早い危ねえ危ねえ肩行くキャッチャーびっくりー三投はやめよう送って三投は無理送るか送れば三投黒田に任せよう、オッケー俺らの操作じゃねえんだろうないやチャンスだから多分あ多分いた入った入ったよかったよかった空気読んでくれた怖い取られてるNK 三振してる先頭バッターは村越村越打て第9投げました初球空振り1球目空振りから第2球投げましたもう打ちましたうーん重い球が重いぞこれでワンアウトランナーはありませんおおすごいおいいねいいねどうしたいいねいいねやっぱ自力が違うそうねあっそして犬飼い出てる取る弱いな弱いんだよなちょっとゼウスこいつは多分3年出しそうだねえじゃないあ揺さぶっとこう早めにさあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか振らせるかうん S じゃない11番だったちょっとまあいいや取塁させるでも足早い。キャッチャー肩良かったんだよ。やめよう。送るか。うん、4はきつい。うん、まあ送るもあり。ツーストライクだし。うん。送ろう。オッケー。いや、オッケー。危ない。オッケー。さあ、突然間にランナーを進めました。さあ、黒田くん。今回は見せてくれる黒田くん。まあまあ、いけるだろう。カット打ちついてないって、黒田確か。黒田ついてる。痛いなぁ。やめて、取らないであ、でも、タッチアップしてる。さすが、さすが犬飼い。何は、何やってんだろうなぁ。お前、やれよ、本当に。調子がいいんだぞ、お前。落ちろ、落ちねぇ。ピロだが調子悪いんだから、お前が打つんだよ。ほんと見てるとき打たねえよなぁ。75全部7何しても打てるじゃん勝てるじゃんすごい3つ8球はい初球打った川のバック取るよおおクロスしたバイカクはい、中根くん。早急へ。お、よし、覚えてた。
やるかい2回やるか。キャッチャーに取ら、あ、大丈夫だ。オッケーオッケー。へい。さあ、明石君、送るか。送るか。うまい。いいよ、うまい。さすが職人。村越、ここはきっちり送ってきました。さあ、黒だ。見せてくれ。ハッキー使おうか。ハッキー使っとこう。うまいわ。キーボーイの本領を発揮してほしい。あはははは、黒だ。ラッキー。相手ラッキーだよ。あと一類。ん？違う違う違う。変化球ゲッツーで。はい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 。オッケー。完璧。疲れたけど、まあまあまあ。バヒーン、アウトだろ。中野君のタッチが遅いんだよな。OK。Yeah。またサクッと飛ばされましたね。まあじゃあフル伝令でいつも通りやっちゃいましょう。少ないんだけど、今回。調子がいいの、いいのか。うん。褒めるが多いんだろうね。岩見さん、今日2回目の伝令を送ります。いいよ。監督からのメッセージ。スタミナもう上げちゃったんだっけ。スタミナ上げてる一回。あ、すごく上げるな。上げてる、すごく上げる。あ、でも励ますなんだっけ。励ますも上げるな。あ、スタミナ励ましとくか。特に使い道ねえし。岩見さん、最後の伝令を送ります。スタミナマックスぐらいになるぞ。これもう今 S で。今も自身の速球中心。さらに誰か取っていく。いいね。いや、ええ、出さすぎてますね。ついちゃうね、ドクター。ドクターまでは行かないだろ。うい。うい。一人。一人。はい、中根くん。はい。はい、オッケー、余裕。甲子園大会準々決勝戦勝しました。ベスト4が決まりました。富山に帰りだ。実況担当は堂前秀夫で、甲子園球場からお伝えしました。あ、能力的にはまあ、著しい進化は特にないかな。ね、お、ドーツ刷新つきました。おお、来た。ついに。ついにやっちゃった。コントロール100になった。練習変えたいな。そうね、あったっけな。あったっけ。都合さんとかどうなってる？あ、まあまあ、ミートがだんだんなってる。まあまあ、まあ、ベンチにいるからね。やば。気がしよう。まあ負けなしですわ。やっていいかな。うん。手振りかな。純血か。血だね。お、うん？犬飼いるね。犬飼いる。かい。決勝で犬飼いが来なそうだな、そうすると。そうだね。まあ、見とくか。そうしたくねえしな。調子悪いな、ゴーちゃんパワー。1、3、4位で悪いのやめろ。頼むぞ。さあ、どこだ。お、長野、松本。隣の県だ。甲子園大会準決勝。こいつは負けるわけにはいかない。一塁側、群馬代表、名門、岩見沢。三塁側、長野代表、名門、松本。名門か。万来の拍手に送られて、守りに散っていきました。まあまあ、投手力、意外性が低いですね。そうですね。あ、今、なんか、ね、確かに当てたな、今。右の松田、マウンドに上がりました。
期待しましょう。注目の投球です。2番1回の裏岩見沢攻撃に入ります。バッターは関東の鉄砲。なるほど、弾頭封じられているな。転がしてこう。第9投げました。初球のストレート投げた。空振り。よく見ろ、入ってねえぞ。第3球をつった。投げた。はい、鋭い。いける。はい、犬飼いなんだよな。飛ばされるんだよな。飛ばされるんだよな。この間に1点ぐらい入れてほしいんだよな。思うと2塁。セーフティーじゃないんだよな。違うな。こいつしかないな。第9投げた。見送ってストライク。まあ、打てる男だからな。そうね、言うて普通にバントをさせてはいるけど、普通にバッティング多いんだよな。そうね、あ、今に合う。オッケー。お、ま、ワンオイ。やってんだお前ら。満塁だぞ。一緒やってくれよな、茜くん。時代を担う男、点の取り方ってやつを。時代のキャプテンだからな。やっぱりやっぱりこいつがキャプテン。これでツーアウト。ニブニボールで遊んじゃうけどな、キャプテン。ちょっと第9しかも怖っ。そんなこともあったなっていうね。多分ね、俺も昔はニブニボールで遊んでたって。おお、あー、惜しい。守備がいい。岩見沢二塁まで。投手戦だね。奪三振を取った東尾が。東尾じゃねえ、犬かい。やれ。やる？やろう。切り開くしかねえ。第9投げました。はい。いやー。切り開いた。いける。続かねえな。犬飼の打率だけがどんどん上がってくるんだよな。えぐいことも。今日はセカンドへの偵察だとライトフライ。マウンド上は関東初球打ち。落ちる。ああ、来たか。何、突っ込んできてる。ああ、惜しい。惜しい。連勝負か、これ。お、中根君が。点を。二塁だ。岩見沢同点のチャンスです。あのね、そう、あの中根くんが、あの中根くんがね、送るか、送るよ、送るよ。犬飼投げました。ツーシーブはもう、まずは外角低め。やつがすごい。中根くんは走れる。犬飼ほどじゃないが、足はまあまあ。オッケー、ナイスエスラ、ナイス。で、スクイーズ、セーフティースクイーズでいける。いける。スクイーズの方がいいかな。スクイーズの方がいいね。さっきこの状況で中根くんアウトもらってるから。間に、ね、さすがに間に合わないか。オッケー、同点にはした。もう8回表なんだよね。投手戦がすごい。そうだな。あ、みんなすごくあげろと。そうだね。で、次で、サイト押さえて、オッケー、いいね。あ、いいね。はい、それよ、それ。理想系。出られた。まあまあまあ。まあまあ、あと、あとは。お？うわぁ。鉄砲型。大型。唯一の見せ所だったのにな、今。はい。はい、カノ。はい、オッケー。ちょっと危ねえ。よし、いってほしいな。いってほしいな。いやー、チャンス来ない。最終回。最終回。さよなら。出すか？さよならホームラン。出すか、あいつ。出そう。あいつ。誰？あ、出そう。出そう。怖い。キリだ。どこ行った、あいつ。キリだ。キリだ。あれ？キリだ。あれ？どこ行ったの？あれ？その下、その下、行っちゃいました、行っちゃいました。え？あれ？ベンチ行った。ベンチ入りしてない。ベンチ入りしてない。すごさ出すか？ああ、出してみれば。ベンチから外した。あれ？いたよね。
あれだって能力上がってなかった。今井くん変わってたね。試合出てるよもしかして出てないと思うすごいさん頼むわ。とりあえず打ってくれ。予定狂ったからさ見してくれよ先生。いい目してる。いい目してるよな。打ちそうな目してるのに。三振ついてんだよ。俺もう、今、能力落ちてるからね、今。おっ!2ストライク。いやー、惜しい。三振、赤徳も、ものともせず、打つのかと思ったら。打ってくれ、頼む。おい、まあ、でも足遅いんだよな。惜しい。残念。右バッターボックスは井上。今日はここまで3打数1安打。井上、打ってくれ。何でもいいから。延長確定だぞ、こんなんじゃ。頼む。投げました。はい。打ちました。初球打ち。1本入れて終わりだ。1本で終わるんだよ、お前ら。帰ろう。お前ら、全員ホームランバッターの素質はあるんだ。井上も2本打ってる。確かに。第3球を投げました。外野から空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました。打ちました。おお、抜けないか。中根くん、中根くん初ホームラン。ここで決めろ。闘魂燃やせ。さあ、持ち前の闘魂が力を発揮するか。上がった、来た。これパワーエース、いけ。ホームランだわ。ホームランだろ。確定だ。歌超熱いな。中根、これ強振対応でいい。強振対応にしよう。もうシングルヒットとか打たれてもしょうがないから。まあそうね、その後ピッチャーだからね。中根信じてるぞ。中根見せてくれ。中根嘘はやろ。タイブだわ。都合さんがいるから。都合さんは一塁できて、一応できる。上がるから大丈夫。そのままで。今井がいればな。どこ行っちゃう。今井がいればどこ行っちまったんだ。いつ俺ら外したのか、いつのこと。バッターは3年生上田。ネクストバッターサークルには三村。第9投げた。まあ向こうも下位打線。そうだね。でまあうちらはまあ勝負は11回だな。東岡だけど簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球ははい、二塁ランナー三塁へ向かう。ファール、投げた。しっかり空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた。はい、打ちました。取れる。えい、オッケー、完璧。ハードグラウンドで取りました。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。どう間の勝ち谷。勝ち谷。第9投げた。もう。放射類に代打起用するすごいな。まあそれほどってことよな。ね、はい。オッケー。続いて。オッケー。オッケー。応答さえしなきゃオッケーだ。決めよう。すっごい面倒。すんごい面倒。出なきゃいけない。よしよ。なんとか出てくれ。そいつからなら出れたら絶不調だぞ。確かに。これでワンアウト。ランナーはありません。しょうがない。犬飼決めろ。もうファイトファイト。犬飼にホームラン打ってもらおう。もう流すか。皮ひもついてんだよなこいつ。うわいるかすごいかっこいい。いるかい気持ちいいパイルカイっすよな。いるかいしか勝たん。かっこよ。よかったな。いるかいモテモテだろうな。すげえモテるよなこいつ。顔イケメンだしな。なあ、肌白いしな。あ、やばいよね。高校球児じゃないもん。
入会ファンクラブできてる絶対。入会さよなら男つくなこれ。よかった今の。つかないですね。あだから中根くん、あ中根くん総力 A にあった。ナイス。あつごさんどうだった？今井どこ行った？今井。今井。今井やろう。今井さんなんか。ここにいるはいるはいるんだけどな。てるあれ外したんだっけこいつ。もう出さねえだろっつって。もう出さねえだろっつって外したと思う。一応入れとくか。入れとこう。ああ。ラストかな。だって。はい。利用設定終わった。そうそうだね。ああいるね。いるね。いるね。一レンズどれか外そう。そうね。まあ上から。いかねえだろ。1回ぐらいだったら。1回ぐらいだったらな。当初最低人数なんだ。そういうことね。大概ない。完全に東洋のワンマンじゃん。早川とかいらないか。早川いらないな。うん。はい。はい、ダメ距離高いか。忘れた。じゃあ、一旦これでやるかな。はい。はい。というわけで、甲子園準決勝、準決勝ですね。無事勝ちまして、次回、準決勝ということで、はい。2年連続。優勝を目指して、やっていこう。はい。次回やりますんで、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい。配信もやってますんで、遊びに来てください。はい。はい。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。